今回は南西諸島に自衛隊基地がある意味を考えてみようと思うんだ。いきなりどうしたんだよ。そりゃ中国だよ。中国が力をつけてきたことで、アジア諸国の海洋を荒らしまくってるからじゃないのか。簡単に言えばそうなんだろうけど、それだけじゃないんじゃないの？うん。確かに対中国を想定してというのは当たり前なんだろうけど、改めて深く考えてみたことはなかったんじゃないかな。日本国家のあり方という点からや、他国との関係性なんかも考えていけばもっと深いところまで知れると思うんだよね。そうだね、そこまで考えたことは今までなかったかもね。中国の軍事的圧力が日増しに増してきている現在だからこそ、改めて考えるいい機会かもしれないな。じゃあ今回は南西諸島に自衛隊基地や、駐屯地が配備されている意味を考えていこうか。それじゃあ行ってみよう。まずは国家が自国の力で領土、領海、領空を守っていけないならば、それは独立国家として成り立っていないんじゃないかということだね。国家としての必須条件は領土で、そこに国民がいて、主権が確保されているということなんじゃないかな。主権ってなんだっけ？簡単に説明するね。まずは、国家の統治権だね。国民及び領土を統治する権力。そして、他国の支配に服さない対外主権。最後に、国家の政治のあり方を最終的に決める権利だね。国民間や他国との間に生じる紛争や利害の対立を調整し、社会秩序を維持し、国家を繁栄させるのが政治なんだ。そして政権とは、政府を構成して政治の運用に当たる権力のことで、これが外的な勢力によって他国の言いなりになるような政権が誕生すると、それは国家が間接的に他国に侵略されたのと等しいことなんだ。政治だ、政権だとよく聞くしよく使うけど、あんまりここまで深く考えたことなかったな。他国の言いなりになるような政権って出てきたよな。日本にも他国の言いなりになるような政党があるから、こいつらに絶対に政権を取られないようにしないといけないんだぜ。だから選挙は大事なんだ。みんな選挙は言ってるだろうな。うん。選挙は大事だね。でもそれは一旦置いといて、政治や政権は国の舵取りだからもちろん大事だよね。それよりも、今の日本でもっと大事なことは、自国の領域を自国の力で守るということだと思うんだ。国の領域を確保し、そこに住む国民の安全を保障することは、国家の最重要任務だ。国家が自力でそれを行えないのならば独立国家とは言えないよね。安全保障とは自らの価値を何らかの手段で脅威から守ること。安全保障で一番の課題は、国家の存続と独立、国民の生命、財産を保障することだ。つまりこれが、国防ということで、このために軍隊が必要だってことだね。小難しいことをつらつらと説明してたけど、要は国の領域と国民の命、財産を守るためには、軍隊、日本で言えば自衛隊は必要不可欠ってことだな。はい、その通りです。熱く長々と語ってごめんね。最近、軍事評論家などが、戦争のあり方が変わってきたことで、日本の自衛隊のあり方も変わってきているということだよね。ロシアの軍参謀総長ゲラシモフによると、戦争のルールそのものが大きく変化しているというものなんだ。政治的及び戦略的な目的を達成するために、場合によっては効果において武器の力を大きく超える非軍事的な方法の役割が大きくなってきて、21世紀は戦争状態と平和の傾向が曖昧になっている。戦争は宣言されることなく、一旦始まれば、今まで見てきたようなパターンにはならない。21世紀の戦争は、平時の部隊構成による軍事行動の開始、高精度兵器の大量使用、特殊作戦部隊軍事ロボットの使用、民間傭兵部隊の戦闘への参加、情報操作、サイバーテロ、など、政治的、経済的、情報的、人道的、その他の非軍事的な方法に移行していて、公然たる武力行使は平和維持や危機管理、紛争における、完全な成功を達成するためにのみ実行されると解説してるんだ。難しいね。要は映画で見るようなドンパチの戦争はなくなってきてるってことでいいのかな？まあ、そういうことになるかな。ロシアは4つの軍管区を持ち回りで軍事演習を行ってるんだけど、この大規模演習には中国も参加したんだ。一応これらの演習の名目は対テロ演習だとされてるんだけど、この対テロ演習は外国の侵略を受けたということを想定して行われたそうなんだよね。はぁ、どちらの国も侵略を受けるというか侵略する側じゃないかよ。こいつら侵略の意味わかって言ってんのか。確かに。この対テロ演習は侵略に対し正規軍が対テロ作戦を行い、戦場が外国であれば平和維持軍として戦闘に加入し、徹底的に敵を殲滅するという演習だったそうだよ。だから、
平和維持軍ってなんだよ。お前らが平和語るなよ。まあ、あの人たちにはあの人たちが考える平和があるんでしょ。知らんけど、そうそう、共産主義国家には共産主義国家の考える平和があるんだよ。多分。独裁主義国家が考える平和なんてろくなもんじゃないわ。話戻すよ。中国はこの演習に参加してゲラシモフが提唱する、軍事力の行使と組み合わせた非軍事的方策を習得しようとしてたんじゃないかな。日本の南西諸島でこの方策を使うためにね、ロシアはクリミア併合、ウクライナ紛争、シリア内戦、リビア内戦で新たな戦い方を実証したんだ。軍事会社などの代理勢力、準軍組織、国家の親衛隊部隊など、正規のロシア軍ではない団体が正規軍部隊を呼び込むための、下地作りをしたと考えられてるんだ。彼らは大規模な抗議活動、バリケード構築、混乱情勢を実施した。この代理勢力はロシアによる介入を正当化する、政治的な広報活動を行い、情報操作をしたと言われてるんだ。正規の軍とは違う軍事会社があるっていうのがすごいよな。それが商売になってるってことだよ。有事の際にお金で戦闘や軍事活動を請け負うってことだもんね。この人たちにとっては平和は商売にならないってことなんだよね。代表的なロシアの軍事会社はワグネルって会社なんだ。ワグネルはロシア政府の対外政策に沿う形で傭兵として派遣されて、新ロシア系武装勢力と共に国の政府軍と戦うんだ。ワグネルを上記で説明した相手側のテロ組織と考えればわかりやすいかな。ロシアは国内では対テロの演習を行い、他国にはテロ組織を送り込んで独立国を設立し、その国の要請のもとに平和維持軍という名目で正規の軍を侵攻させて勢力拡大していくという感じだね。もちろんロシアは軍事会社が勝手にやったことで、ロシア政府とは関係ないという姿勢を崩さないんだけどね。完全に自作自演じゃないかよ。政府要請で軍事会社に外で混乱を起こさせて、助けるふりしてそこに勢力を広げるってことだよな。やり口が汚すぎるわ。逆にロシアはなんでそこまでして勢力拡大をしたいんだろうね。そうだね。簡単に言えばロシアは広大な土地の大きな国ではあるけど、ソ連崩壊後は正直、とても強い国とは言えなくなったよね。天然ガスなどの資源はあれど、産業、農業などは弱い。ここ数年を見てもインターネット関連の事業でも他国と比べるとすごく遅れてる。元ソ連の周りの国々もアメリカやヨーロッパに取り込まれて民主化が進んでる。独裁国家のロシアとしてはそれも非常にやりづらい。だから強制的に周りの国に勢力を拡大して孤立するのを防ぐしかないんだろうね。そうだな。経済関連でロシアの名を聞くことはないもんな。周りの NATO 加盟国で固められつつあるし、正直焦りみたいなのもあるんだろうな。ここまでロシアの話ばかりだったけど、これは日本にも大きく関係してくる問題なんだ。まだロシアは日本に対してはこのやり方は仕掛けてきてないんでしょ。聞いてなかったのかい？このロシアの演習には中国も参加してたんだよ。中国がアジアの周辺諸国に同じようなことを仕掛けてきてるとは思わないかい？中国の南西諸島や尖閣諸島の領海侵犯、領空侵犯は中国の軍隊を日本に差し向けるためのきっかけを探ってるんじゃないのかな。アメリカと同盟国の日本にはあまりあからさまなことはできないけど、何かのきっかけで中国の船や戦闘機と交戦してしまったとなれば、それを大義名分にして日本に中国軍が侵攻してくることも考えられるよね。これは、日本に限ったことじゃない、台湾やフィリピン、インドネシアあたりも同じように仕掛けられてる。確かにな、日本国内にも中国のスパイが多く入り込んでるし、実際に政治家にも中国寄りの政治家もいるからな、もう中国の日本侵攻が始まってるってことか。そうだね、自衛隊基地に対する反対運動や、在日アメリカ軍の基地の反対運動も行ってるのは中国寄りの人たちが中心だと言われてるもんね。うん、だからこの見えない侵攻を防ぐべく抑止力として、南西諸島には自衛隊の基地が必要なんだね。何もしなければ、南西諸島はすぐに中国に実効支配されてしまうからね。南西諸島が実効支配されれば、あとはどんどん本土に向けて同じことを、繰り返して日本がなくなってしまうかもしれないよ。ちょっと極端すぎる話かもしれないけど、中国はそれを狙ってるのは間違いないからね。私たち国民にできることは、選挙に行き、中国寄りの政治家を政治に参加させないことだね。自分たちの国は自分たちで守っていかなきゃね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。あ、雑学の時間だ。やったー。今日は何を教えてくれるの？じゃあ今日は遊園地で見かける乗り物について話そうか。
ジェットコースターの世界最速って知ってるかな？実は世界には新幹線と同じくらいのスピードで走るジェットコースターがあるんだ。アラブ首長国連邦の遊園地フェラーリワールドアブダビにある、フォーミュラロッサというマシンが最速と言われてるんだ。ジェット戦闘機と同じ加速システムを使い、わずか5秒で最高速度、時速240キロに到達するんだ。その衝撃は F1 マシン並みだそうだよ。いやいや、怖すぎるだろ。絶対乗りたくねー。